この動画では、失敗しない通信制大学の選び方、事前調査編ということで、まあ、通信制大学に入学する前に、まあ、どういったことを調べておけば、失敗しないかっていうことをちょっとお話ししていきたいなと思います。まず、その大前提となることとして、まあ、通信制大学の入学の時期っていうのは、まあ、4月と9月が一般的と。これはまあ普通の大学と同じですね。なので、それに向けてまあ情報を収集しておく必要があるんですけど、まあ遅くともやっぱり3ヶ月ぐらい前、1月とか6月あたりから、どの大学に入学するのかっていうことの絞り込みと、あとそれに向けていろいろガン書入手したりとか、必要な証明書を取り寄せるってことをやらなきゃいけないので、まあ遅くとも3ヶ月ぐらい前から準備を始めるのがいいのかなと思います。で、まずですね、一番最初に考えなければいけないのは、自分が何を勉強したいのかっていうことですね。ただまあここがわからないっていう場合もあると思うので、まあまず進学の目的を明確にすると。自分が通信制大学を利用したい理由っていうのが、大学の卒業を目指すことなのか、それとも、まあ資格の取得を目指すことなのか、例えば社会福祉士とか、あと心理学だったら認定心理士だったりとか、あと工学系のまあ建築士とかインテリアデザイナーとかね、いろいろ資格の種類あると思うんですけど、まあそういう理由を明確にすると。で、そのための参考になる情報の集め方なんですけども、まずはそうですね。大学のホームページを確認するっていうのが大事なんですけど、まあその前にどういうとこを見るといいかっていうと、まあ私立大学通信教育協会っていうところが、いわゆる私立の通信制教育をやってる大学が、まあ加入してるような団体なんですけど、ここなんかはまあ結構いろんな大学の、情報が集まりますので、そこで比較するっていうのもいいし、まあ、他にもいろいろ通信制大学を比較しているサイトってあると思うんで、そういうところを見て、まあ、自分が学びたいことに近い大学っていうのを絞り込んでいくと。で、その上で、まず公式のホームページを確認して、まあ、学習の流れだったり、システム、ウェブの履修のシステムがあるのか、それとも郵送とかそういった方法を使って、まあ、課題を提出するのかとかね。を調べると。あと、単位認定試験のシステムはどうなってるかとか、そういうとこも大事ですね。そして、まあ大事なのは学費。学費がどういう料金なのかっていうのも調べると。そして、その大学で実際にどういう科目が、開講されているのかっていうのが、まあカリキュラムの部分だと思うんですけど、そこもちゃんと調べると。そして、通信制大学とは言っても、大学に行かなければいけないスクーリングっていうものがありますので、その日程なんかも確認すると。で、私はお勧めするというか、私自身もブログで、通信制大学の情報を発信したりしてますので、まあ、実際に今、その大学に在学している人とか、卒業生のブログなどを、まあ、読むと。で、実際に学んだ人の情報をなるべく、そうですね、10年前に卒業しましたっていう人とか、大学によっては、あんまり卒業生がいないような大学もあるので、選べない可能性もあるんですけど、まあ、なるべく最近、特に実際に卒業した人の情報を中心に集めるのがいいと思います。もし、そのブログが途中で終わっちゃってて、何年も更新されてないとか、そういう場合はもしかするとその人は、その大学での学習を諦めて、中退しちゃったのかもしれないので、まあ、ちゃんと入学して卒業した人のブログを参考に、果たして自分はその大学で、まあ、ちゃんと学習を進められるのかっていうのを考えていくことが大事だと思います。で、まあ、そういうのを読んでいくと、どうしてもわからない部分とか疑問点とか出てくると思うんですけど、まあその場合はそのコメントでそのブログの人に質問するっていうのも、まあ一つの方法かなとは思うんですけど、まあ私もまあそういった通信制大学のブログをやってて、よく質問とかをいただくんですけど、まあやっぱり大事なのは、社会人としてのマナーを守る、
いきなりそのやっぱりタメ語でこう何々ってどうなのとかっていう風な感じでコメントが入ってたりすると、やっぱりあんまりいい気持ちはしない。まあ私はなるべくそのちゃんと答えるようにはしてるんですけど、やっぱりそうですね、初対面の人に対して話を何かを教えてもらいたいっていう気持ちをちゃんとした丁寧な言葉で伝えるっていうのが大事かなと思います。そして聞いてはいけない内容っていうのは、事務局が答えるべき内容、例えばその何日に、こういったことが始まりますかとか、まあそのいわゆる公式のホームページに載ってるような情報は自分でやっぱり調べるってことが大事で、それを質問してしまうと、ちょっとその、それは自分で資料を読んでよっていう感じにもなるので、事務室が答えるべきことは質問しないと。学費を分割で払いたいんですけど、そういうのって可能ですかとか、そういう質問は、まあ、その人にしてしまうと、まあ、答えようがないし、責任も取れないので、基本的には大学側に問い合わせると。そして、まあ、あと、在学生同士でありがちな、何々のか、例えばその心理学講義の試験が難しいっていう噂なんですけど、どういう試験内容か教えてもらえますかとか、そういう内容は NG ですね。それはもう大学側も明確にそういった行為を行わないようにっていう規定を設けてるところがほとんどですので、まあ試験内容だったりとか、あとそのレポートの課題の内容だったりとか、そういう部分について質問するのは NG と。で、まあ、でも、多分そういう情報発信をしてる人は、一緒に勉強する、学生さんに何かをこう伝えたいと思ってやってると思いますので、質問には、まあ、どんどん答えていくと、くれると思うんですけど、そうですね、私も まあ、この動画を作ってますので、まあ、ぜひ、不明なところとか、こういうところを動画にしてほしいというところがあれば、コメントいただければ、まあ非常に嬉しいんですけど、まあそうですね、こういったマナーっていうのは大事かなと思います。そして、まあそうですね、私立大学通信協会っていうところの、サイトは結構役に立ちます。結構ですね、通信制大学も、毎年新しい学部ができたりとか、いろんな情報がありますので、まあ通信制大学新設とか、新しく設けるの新設とか、ああいうキーワードで Google で探すっていうのもいいと思うんですけど、まあその、新しい学部にどんなものができるかとか、そういう情報も集めておくといいかもしれません。で、まあ、事前調査をしていく中で、まあ、願書、その大学がちょっと気になったら、まあ、願書の入手と、あと、をまずすることと、必要な証明書なんかは、早め早めに取り寄せておくことが大事だと思います。まあ、もしこの動画を参考にしていただけたら非常に嬉しいです。右下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。